角といえば、はい、こう喧嘩のチームで、はい、どうしても名を馳せてたわけですけども、はいはい、まあ、いきなりもうデビュー戦がもう青山城下を潰したと、はいうことでした、はい、他にもその、まあ、数々のこう、はい、こう喧嘩があったと、はいはい、どんな思い出があるのか。やっぱりそうですね、あとはやっぱりスペクターですよ。あ、そうですか、はい、相手がね、はい、これスペクターはね、今のブルックスブラザーズのあるところにユアーズって言ったかな、今でいうコンビニっていうか夜中まで、はいはい、そこの前でスペクターやったんですよ、喧嘩になって。で スペクターも何台でもいたのかな、あのスペクターでも住宅レースにやったのかな、はい、その時にもうそのさっきも話した船橋力夫さん、はい、一声の、はい、もうその人が1m80、当時でね、はい、1m85、6があるんですよ、はい、で、はい、めちゃくちゃいい男で、はい、ロシア人みたいな顔してるんですよ、はい、で、もうその人はいつもこのくらいの木刀を持ってて、はい、もうガンガンやるから、はい、もう逆に止めたくらい、はい、もうあー、力さんもやめたい、さんもやめたいって言って、もうで、その喧嘩が発端でスペクターと仲悪くなった、はい。もともと対立してたっていうよりも、はい、そこで青山通りで出くわしちゃって、そこでやりすぎちゃった、やりすぎちゃって、はい、その件でスペクターとこれになったんですよ。スペクターって言ったらやっぱりもう、まあ、もちろん裏剣ってなると双璧を出すような巨大チームじゃないですか、はいはいはい、そのスペクターからこう睨まれるっていうのはその5、60人しかいない極悪って大丈夫なんですか。もうなんていうんですか、変な自信があって、はい、ね、どこでも上等だよっていう相手だった。それで、そのやっつけちゃった件でオートバイも壊しちゃったのかな。で、家計があって呼び出しを食って、はい、で、下屋、浅草の、はいはい、下屋にロダンっていう喫茶店があったんです、はい、それはスペクターのたまり場だったんです、はい、ね、で、そこへ掛け合いに行ったんですよ、はい、で、あの時我々が7人、8人かな。で、もう一人、1個上の先輩で船橋力夫さんと双璧のね、はい、三宅裕司っていう先輩、はい、この人もめちゃくちゃ喧嘩する、はい、でその人は普段極悪にいないんだけど、はい、一緒に行ってくれて、はい、それでその人がスペクターと話して、はい、で向こうは確かいや弁償代だから何か出せって言ったんですよ、はい、俺も話聞いてて、はい、でスペクターも向こうにブワーッといて、はい、俺たち7、8人じゃないですか、はい、でそしたらもうその先輩がね、そんなもん出さねえよって、はい、ね、じゃあ向こうが喧嘩だなって言ったんですよ、はい、したらその三宅先輩は、はい、お湯もここでやってるよとか何を言うんだ俺はこの人は向こういっぱいいる向こうの本拠地だよそう、ね、乗り込んで駆け行ってるわけだ、はいはい、今ここでやってるよとその、ね、向こうあれ浅草スペクターだと、はい、当時の、はい、だったら覚えてないけど、はい、今日はちょっとまずいんだよ、はい、そうか、じゃあ帰るぞなんて、はい、で、昭和通り出て、はい、ね、こっちの、はいはい、ね、下から、はいはい、帰ってきたんです、はい、帰ろうと思ったらすんごいですよ、向こう側に対向車線側に、はいはい、もうライトがこうやって、はい、であーっと、挟み道だってなって、はい、したら、車の中からこうやって出してるんですよ、はい、出てるの、なぎなたなぎなた出てきて、うわあ、スペクターの人だった、ええええー、はい、ここでもう俺たち人数少ないじゃないですか。7人ぐらいです。もう、ふけろって、はいはい、もう一目散にこっち帰ってて、はい、銀座ぐらいまで追っかけられて、はい、でもこっち来る場合で、こっち地元じゃないですか、はい、だから細い道とか入って、月島一回戻って、はい、月島でみんな、やばかったな、はい、なぎなただぞなんて、そんなことありますよ。すごいですね。新宿のスペクターみたいですよ。あ、呼んでたわけで、呼んでたってことですね。やっつけちゃったの確かね、新宿のスペクターだったかな、はいはい、また他にもこう構想であれば、あの競争連盟のゼロとか、はいはい、当時ね、はい、ゼロは、まあ、ゼロの人にね今こういて、ね、やろうなんて思われちゃうかもしれないけど、もう喧嘩せずに、だからゼロがいました、はい、我々行きました、はい、みんな乙部に置いて逃げちゃいます、はい、当時ね。はい、田中さんたち初代が引退した時なんかにはすごく大きな喧嘩があったって聞いてるんですけど、はい、そう、その最後のね、あの青山通りでやった青山通りの伝説の、はい、鳩ヶ谷のサソリね、サソリサソリって、はい、その時の
今日喧嘩の様子っていうのをちょっと教えてもらっていいですか。はい、それはあれはあの外苑にいて、外苑からこう出てきて青山通り渋谷方面へ来て、はいはい、そうしたら神宮球場の方からドワーッていっぱいこう来たんですよ。はい、こっちもみんなほら互角ってステッカー貼ってんじゃないですか。はいはい、向こうはもう見るからに喧嘩腰しない喧嘩腰しだった。はい、サソリは。え、サソリは。はい、はい、でその時は分かんなかったんだけど、後で聞いたらその力士さんとか遠藤君とか、はい、一個その車5台でサソリをやったらしいんですよ。はい、でサソリぐじゃぐじゃにしちゃって、それでその車5台は第三県に行った。はい、ね、それでサソリが体勢を整えて出てきたところにちょうど俺たちと出っ壊したんです。先にもう、はい、あの平和さんとかがもうサソリのことやっちゃって、はい、でそれで仕返ししようと思ってこう来たところにちょっと出くわしたって出くわしたって、はい、その時の人数はどのくらいだったんですか。ね、極悪がね、オートバイがね、60台です。もちろん今日は多いなーって数えて62台いた、はい、あ、はい、そうです。それでまあサソリはね、サソリは倍以上いましたから。ああ、そうですね、だってもう襲撃しようと思って来てますからね。はいはいはい、でまあオートバイ部隊もこう U ターンしてサソリの方行って、はい、もう分離帯歩いて駆け出して行ったのを見て、はい、で最初はその先住のさっき話した森、はい、それの川崎の Z2 乗ってて、はい、拡声器がついてるんですよ、はい、オートバイに、はい、でやめろーやめろーって言ってたんですよ、はい、もうほんとはっきり言ってますよ、やめろー互角やめろーって、はい、腰がえの人間が、はい、頭、はい、刀で切られたってなったんですよ、頭切られたってなった、今度はそのね、隠し席で、やれーやれー、あ、一回やめろって言ってた、森さんが。でもう、青山通り、ことやれもう車の上の勝手もジャンプしちゃったり、もう、ね、いろんなものが飛んでるし、はい、あ、青山通り、交通遮断ですから、すごかったですよ、一回逃げて、はい、これで歩いて、また戻ってきて、はい、歩道橋の上からとか見せたんですよ。はい、じゃあ、走行車じゃないですか。はい、何台来たんだろう。10台近くに来て、で、けどだい。で、極悪は原稿が一人もいないんですよ。はい、で、サソリは捕まって、はい。それで、その喧嘩をして、帰り道、はい、赤坂警察の前で。あ、通りますね。うん。あ、日にちが違うのかな、なんか赤坂警察の前で。はい、もうまた乱闘ですけど、警察の真ん前で。え、あ、サソリと。それはね、サソリだった。覚えてない。ちょっとね、そのね、タイムラグがあるかもしれないけど。赤坂警察の目の前で来る、はい、その時は 2,3 人現行犯で捕まりましたあれなんですね、うん、あの青山通りってそれだけこうロマンの詰まった通りなんですね。そうですもう青山通り土曜日の夜行くじゃないですか、はい、富士スピードウェイですからそうなんです、はい、それで当時我々の年代の暴走族は、はい、98.5% ぐらい7班ですから、あ、400じゃないんですよね、はいはい、レディキンさんからすると、はい、そういったあの田中さんとかのそういった極悪のその大活躍は一番合うんですよ、肌に。中学生だ最初の頃は、そう、中学生ぐらいの世代でレディキンさんが暴走族やるなら極悪だと思ってた、よくおっしゃるんですけど、そのおっしゃる極悪っていうのはその初代極悪のイメージ、もうそれがずっと、だから国士官の連中も知り合いいっぱいいたし、はい、先輩が多いじゃないですか、国士官の、はい、山本さんもご存知だったんですか。名前は聞いてます。有名だもんね。3つ上っていうと結構上ですもんね。いやでも、付き合い多かったもんで、そういう、はい、あ、じゃあ山本さんはやっぱり先輩と、だから白蘭持ってる先輩によく来て写真撮らせてもらったりとか。あ、そうね、白蘭、山本ね、その当時山本はさ、はい、ホンダの CB 撮ってて、はい、白いね、ガソリンタンク、はい、もう全部シートも白、はい、蛇腹も白、はい、通称箱なんてやつ、はい、それに国士官のね、あの旗つけて、はい、もう夜バーッとブーツも白、はい、白で、はい、白馬同士かなっていう真っ白ですよ、全部それが切れないですからね、それが先頭走ってるんですよ、極悪が走る時には国士官の旗がついてる5台、はい、それだけが先頭走る。うちの北沢の先輩も CB7 班とか Z に先をつけて、はい、あの富士の一部富士に国士国士の方ですね、はい、喧嘩もめちゃめちゃすごかったけど、そのファッションだったりとかがすごく他の影響を与えて、そうなんです、あの、なんていうのかな、
今の暴走族ファッションっていうのかな、はいはい、それの本当の 原点、原点なんですね、その瀬戸君のはやっぱり極悪が作ったもんだって、はい、俺もそれはねありますね、思う。極悪のスタイルに憧れてる。それでいくらで単車の頭になった時に各支部5人ずつ喧嘩できるの誰って、はい、みんな戦闘ストローズだって、うん、長いのダメだから、はい、短く作れ、切れたりと同じやつ、はい、そこがいいのね、長いのダメなのね、短くないと。最後亡くなってきたことはありますけど、うん、亡くなってガサくなって、はいはい、俺も嬉しかったなぁ、四季一面に合格の旗作って、はい、ね、もうそれでだーって行くじゃない、はい、うん、それがあの警察に募集されて新聞に出た時すっごい嬉しかった俺、はい、これ俺作ったやつだって。2代目極悪のこともちょっとこう、まあ、エディケーションも詳しいかもしれないんですけど、エディケーションの匂いしたりこう聞いてきたんですけど、やっぱりせっかく田中さんの、お話いろいろ、2代極悪の結成というのはどういったいきさつだったって聞いてますか。なんか俺が聞いてるのは、だからその山本に極悪やりたいんだけど、はい、ね、いいですかって言ったら山本は、ね、最初にダメだったらしいですよ、ね、もし、ほら、一応伝説として名前が残ってるから、はい、ね、どっかでやって負けちゃったとか、はい、ね、あまり強くなかったとかって、はい、ね、言うんじゃ困るぞって山本言ったら、はい、いやいやそんなことないからねっていう話を頑張るからってなって、はい、ね、やったらしいですよ。山本さんにそれを直訴したのが、多分友人たちだと思う。そのヘビケンの映像とか友人さん、映像さんと友人さん、この二人は士官だった、国士官、うん、東京そうなんです、ヘビケンさんと同じ、あ、そうなんですね、あ、そうなんですね、超エリート学校で同級生、英検さんの同級生で、その時で年は高1ぐらいとか高2とか、ユニたちが極悪作ったの17ぐらい、やっぱり高校生になってすぐ、そうだよね、16くらいやってんのかな、そうっすね、ね、卒業かなんか、うん、まあね、2代目極悪は築地はほとんどいないんだけど、はい、月島にずらりと、はい、うん、いた。あの、その2代目の人たちは、うん、地元は月島だったの、そう、月島がもう主体、そうなんですね。それと、やっぱり奴らのその、あのラインで深川、はい、深川はい、うん、そっちも医者が良かったみたい、医者に深川ね、はい、うん、もう俺がいたからすれば、3つ下だから、はい、普段の付き合いがないじゃない、はい、うん、だから後になって顔してる、あ、ユージャンとかしてたけど、はい、僕の深川の方がね、ほとんどだけど、よく OB がですね、その集会に顔を出していろいろこう、あ、しろこうしろって言うってイメージがあるんですけど、そんなことは全くなかった、一切ないですね、一切ない、あ、もう、あの、やってることすらあんまり知らなかった、あ、そうなんですね、うん、もう、我々の今度は年代は、はい、あの、暴走族じゃなくて、みんな、あの、ね、本職側の方へね、家業の方へ、あ、そっか、ね、移行してたんですよ、その2代目、その極悪も数々の、その大きな構想をちょっとひっくり広げてると思うんですけど、その辺のことを教えてもらえます。これは何だって大井ふ頭でしょう。最後のね、うん、俺もね、それだけのみんな後輩たちから聞いた話だから、はい、見てるわけじゃないけど、はいはい、でもそれ逆に今大人になってから、はい、当時スペクターにいて、はい、千葉のね、はい、うん、いや僕いましたよ、すごかったですよっていう、でそういう話は聞いてるけど、はい、だから同級生のその、ね、原裕二がバーってこうスカイラインで突っ込んでったらしいですよ、はいはい、もう、はい、うん、軍艦待ちかけて行ったっつったかな、その CRS がこう、はい、うわーって割れたらしいですよ、はい、人が、うん、じゃあその時の交渉の見解では CRS のスペクター、スペクターものすごい数いたみたいですもんね、うん、だって極悪は80人ぐらいらしいけど、はい、スペクターは1500か2000人ぐらいだでしょ、そこへ突っ込んでったんだ、規模が違いますよね、うん、すごすぎる、すごいですよね、うん、だけどもほらね、継続君も、あ、スペクターのね、金見継続さん、はい、継続君も話してくれたけど、もうわーっと来てよ、ね、わーって言われたけど人数少ないじゃんとか押し返したんだよっていう、あ、そうですよねっていう話、だって最後もう追い込まれて、はい、海の中みんな逃げたんですから、飛び込んで、あ、互角の、そこにその突っ込んでいくっていうその根性がすごいですよね、それがすごいですよ、
局田中さんたちの世代の時も、はい、スペクターかなりこうちょっと険悪になっちゃったっていう、はいはいはい、お話あったじゃないですか、はいはい、それが2代目にも引き継がれちゃってたんですかね、はいはい、か 2代目の方は俺たちよりもっとすごいですよ、はい、いや本当に実際相互でこう手越しをしてもらって、はいはいはい、だってあの後輩に聞いたらあの日比谷公園の前でキラー連合だからなんか200人ぐらいとか4人ぐらいで突っ込んでるとかそんなようなこと、僕もなんかそれ YouTube とかなんかで見ました、でもそういう人数のあれで一番すごいのはさっきあれですね、初代工学の俺と同級生の山崎司ってみたんです、はい、これは昭和通りで、はい、一寸法師500人ぐらいに一緒で行きましたから、俺見てますからこれ、もう一寸法師って関東連合ですか、違います、一寸法師は小岩とか亀戸とか、あっちの単独の、はい、どこでも当たったことありますか、あそう、ね、当たったことある、おいしそうで、あそう、いや、どっか確認もしないで、うん、先に若い人が国立が先頭でやっちゃったんですよ、うんうん、一寸法師、はあ、結構大きいね、あ一寸法師、あそうなんですね、うん、聞き忘れてたんですけど、骨格っていうと例えば女人禁制とかっていう、そういう要はナンパのことを許さないチームっていうことでも結構有名なんですけど、はい、女の人来たことないですね、女の人ないです、一人も見たことないです。実はこの前ですね、その岩崎さんって5代目からお話聞いた時に、うん、その何がそのモチベーションだったんですかって言ったら、うん、やっぱりこう流行り、あとこう、うん、結構こうナンパ的なその要はモチベーションが結構強かったみたいなところは結構岩崎さんはおっしゃってたんですけど、うん、互角のメンバーっていうのは、うん、そういう感じじゃないですよね、はい、完全に要はもう主役の時はね、まあ、こういう言い方にしたらですけど、はい、そこまでそういったこう喧嘩とかにこう燃えたものって何があったんですか、ね、東京でチャンピオンになりたかった、ね、はい、非常にでも男らしい動機ですよ ね単純なんだけどやっぱりチャンピオンやっぱり、うん、だから自慢するわけじゃないけど、はい、ちょうどそのリキちゃんが警察に追っかけてで、浩二さん家に、かくまってる、もらってるって。で、連絡が来て、浩二さん家にいるから、なんか届けんで、俺行ったんですよ。俺と後輩と。で、俺後ろ乗ってて、で、後輩と行って。四谷のとこだったかな。バイクがドワーって来たんですよ、こうやって。おやっべえな、こっち一人、ね、二人じゃない。やっべえなーと思って、二人横へこう、信号でこう。こうやってね、当時だからこうやってガン飛ばしてるんですよ、はい、ああめんどくせえなーって、カワジーってこうやってカワジーステッカー見せたいですギャッてとみんな全部おわすおわすおわすこうです、そのくらいすごかったです、互角っていう、もうステッカー1枚でこんなすごいんだなと思って、